こんにちは、スターガデンプラスの生徒です。本日紹介する製品はこちら、世界初球体が浮遊する時計ストーリーです。ストーリーは木材のディスク上を球体が浮かびながら回転する時計です。針ではなく球体を浮遊させることで時間を知ることができるユニークな時計です。球体は磁力によって浮かんでいます。このように間に手を入れても球体が動きません。このストーリーを手掛けたスウェーデンのフライトという会社では、他にも電球やプランターを浮かせる製品も手掛けています。ストーリーは専用のアプリを使うことによって様々な機能が使えます。まずバックライトの色を変更することができます。このように色を変更して楽しむことができます。またストーリーの魅力でもある3つのモードについて紹介したいと思います。1つ目はクロックモードです。通常の時計のように球体が秒針、分針、時針を表します。2つ目はタイマーモードです。例えば30分だけ仕事しますという時に30分をセットすれば30分かけて球体が一周します。15分後にはこのように球が半分を過ぎているので、視覚的に一発であと半分だってわかります。3つ目はジャーニーモードです。これは自分だけの貴重な時間を自分好みにセットすることができます。記念日やイベントの日などをセットすればその日を目指して一周します。例えば1年後の自分の誕生日をセットすれば1年間かけて球体が一周します。ということで今日はストーリーを紹介してきました。値段は9万8000円です。スター家電プラスでは実物を見れますので、気になる方はぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。